チョコと一緒にうちの思いも受け、やっぱ何これ以上はその恥ずかしい。錬金術でチョコを作るのはさすがにどうかと思うんだよね。なんていうか、いろいろ入ってそうだし。団長はどんなチョコが好き？うちはみかんをチョコで包んだやつが好きだな。うちからのチョコ喜んでくれるかな。うん、喜んでくれるようなチョコを作らないと。ん？クーラリスか。あ、師匠。えらく真剣だな。一体何を作って。って。ああ。チョコレートか。団長に渡すやつだな。師匠、なんで知ってるの？うちが団長に渡すって。普段のお前を見てれば、団長をどう思ってるかなんて一目瞭然だろうが。気づいてないのは、それこそ団長とルリアくらいだろう。師匠に隠し事はできねえんだよ。にしても、この気合の入りよう。いよいよ勝負に出るつもりか？その、うちね、今までも団長にチョコを渡してきたんだ。でも、その、肝心のところで、いつも勇気が出せなくて。でも、このままじゃ思いは叶わないから。だからうち、今回のバレンタインは本気で頑張るって、団長にちゃんと伝えるって決めたんだ。なるほど、なるほど。負けるわけにはいかねえ戦いってわけか。クラリス、その戦い、俺様も手を貸してやるぜ。師匠、何企んでるの？少し興が乗っただけだ。なんせ弟子の頑張りが見られるわけだしな。まあ、お前の煮え切らない姿に、そろそろ飽きてきたってのが、一番の理由なんだかな。というわけで。カリオストロ先生の、ヘタレにもわかる、バレンタイン講座、始まるよ。それじゃあ、チョコの渡し方からだよ。まずは、はじめに、錬金術で練習台を用意します。ま、こんなもんか。師匠、何それ。何って、見たらわかるだろうが。錬金術で作った団長の等身大フィギュアだ。やっぱりこう、目の前の相手がイメージしやすいと練習もはかどるだろ。でもだからって団長の姿にしなくても。だからこの方が本番に近くて練習になるって言ってるだろうが。やる気あるのか？それはそうなんだけど、やる気もあるけど、でも。すごいそっくり。さてと、それじゃまずは、
俺様がお手本を見せてやる。よく見ておけよ。あのね、カリオストラね、団長さんのためにチョコ作ったんだ。そのカリオストロ、団長さんともっと仲良くなりたくって、だからね、カリオストロの思いと一緒にチョコ受け取ってほしいの。受け取ってくれたら嬉しいな。とまあこんな感じだ。うわ、冷静になってみるとこれがご先祖様ってちょっとな。冷静になるな。恋だの愛だのなんてものはのぼせ上がってなんぼだ。っていうかさ、本当にそれうちがやるの？そのうちそういうのちょっと恥ずかしいんだけど。うるせえ、師匠命令だ。うだうだ言わずにとっととやりやがれ。横暴だ師匠。あのね団長、うちね、団長のためにチョコを作って、それでそのね、うち団長とね、今よりももっと仲良く、仲よく、無理、やっぱ無理、こんな恥ずかしいこと言えないってば。ったく、練習でこのありさまじゃ本番はどう。うちからのチョコ喜んでくれるかな。喜んでくれるようなチョコを作らないと。ん？クラリスか。あ、師匠。えらく真剣だな。一体何を作って。って。ああ、チョコレートか。団長に渡すやつだな。師匠、なんで知ってるの？うちが団長に渡すって。普段のお前を見てれば団長をどう思ってるかなんて一目瞭然だろうが、気づいてないのはそれこそ団長とルリアくらいだろう。師匠に隠し事はできねえんだよ。にしてもこの気合の入りよう、いよいよ勝負に出るつもりか。そのうちね、今までも団長にチョコを渡してきたんだ。でもその肝心のところでいつも勇気が出せなくて。でもこのままじゃ思いは叶わないから、だからうち今回のバレンタインは本気で頑張るって、団長にちゃんと伝えるって決めたんだ。なるほどなるほど、負けるわけにはいかねえ戦いってわけか。クラリス、その戦い俺様も手を貸してやるぜ。師匠、何企んでるの？少し興が乗っただけだ。
なんせ弟子の頑張りが見られるわけだしな。まあお前の煮え切らない姿にそろそろ飽きてきたってのが一番の理由なんだがな。というわけで、カリオストロ先生のヘタレにもわかるバレンタイン講座始まるよ。それじゃあチョコの渡し方からだよ。まずははじめに錬金術で練習台を用意します。こんなもんか。師匠、何それ。何って、見たらわかるだろうが。錬金術で作った団長の等身大フィギュアだ。やっぱりこう目の前の相手がイメージしやすいと練習もはかどるだろ。でもだからって団長の姿にしなくても。だからこの方が本番に近くて練習になるって言ってるだろうが。やる気あるのか。それはそうなんだけど、やる気もあるけど、でも。すごいそっくり。さてと、それじゃまずは俺様がお手本を見せてやる。よく見ておけよ。あのね、カリオストロね、団長さんのためにチョコ作ったんだ。そのカリオストロ、団長さんと仲良くなりたくって、だからね、カリオストロの思いと一緒にチョコ受け取ってほしいの。受け取ってくれたら嬉しいな。とまあこんな感じだ。うわ、冷静になってみるとこれがご先祖様ってちょっとな。冷静になるな。恋だの愛だのなんてものはのぼせ上がってなんぼだ。っていうかさ、本当にそれうちがやるの。そのうちそういうのちょっと恥ずかしいんだけど。うるせえ、師匠命令だ。うだうだ言わずにとっととやりやがれ。横暴だ師匠。あのね、団長、うちね、団長のためにチョコを作って、それでそのね、うち団長とね、今よりももっと仲良く、無理、やっぱ無理。こんな恥ずかしいこと言えないってば。たく、練習でこのありさまじゃ本番はどうすんだよ。そんなこと言って、もここでおじけづくのは結構だが、お前と同じことを考えてるやつは団内で他にもいるんだぞ。本物の団長はフィギュアと違って一人だけだ。先を越されりゃどうなるか。分かった、うち頑張る。
及第点ってところだな。だがまあいい。よし、それじゃあどんどん行くぞ。次はチョコ作りだ。バレンタインである以上、チョコにこだわるのは当然だからな。それでクラリス、団長のチョコの好みは分かっているな。え、団長の好きなチョコ？確か、ウロボロス、餌の時間だ。このヘタレを食っていいぞ。待って師匠、ごめんって。ったく、迂闊にも程があるぞ。情報は何よりも大切な武器だろうが。しかしそうなると、いや待てよ。そうだな、それがいいか。あの師匠、なんかすごく悪い顔をしてるんだけど。おいクラリス、師匠命令だ。今から団長と二人でチョコの材料の買い出しに行ってこい。団長のことだ。チョコの材料が足りないから買い出しに付き合ってほしいな。とかなんとか言えば簡単に付き合ってくれるだろう。待って、なんで二人なの？みんなで行けばいいじゃん。くぅ、お前ほんといい加減にしろよ。いいシチュエーションの作り方と二人きりになった際の予行練習も兼ねた効果的な作戦なんだよ。お前は本当にヘタレだからな。二人きりになっても平静を保てるよう練習しておけ。それにだ、この理由なら団長の好みを聞き出しやすいだろ。それはそうかもだけど、でもいきなり二人でっていうのは。仕方ねえな。なら今回ばかりはみんなで買い出しに行くぞ。ただし好みだけは絶対に聞き出せ。いいな？わかった。よし、ならすぐに団長のとこへ行ってこい。それでよ、何を買うんだ？砂糖とかミルクとかいろいろだよ。どれも重いものばかりじゃねえか。買うものが多いから手分けしていくぞ。リーとルリアは俺様とだ。団長はクラリスを頼む。そいつが一番買うものが多いんだ。だから付き合ってやってくれ。話が違う。あ？何言ってやがんだ。ちゃんと一緒に買い出しに来ただろうが。俺様は買い出し中もずっと一緒にいるとは一言も言ってねえ。そんな。存分に団長とのデートを楽しんでこい。それと団長の好みを聞き出すこと忘れんなよ。待て師匠。それじゃ行くぞ、ルリア、ビー。おい、
クラリスのやつどうしたんだ？気にすんな。今日は機嫌がいいんだろ。中に入ってるとさ、酸っぱいのと甘いのが混じって絶妙な味になるんだよね。なるほど、果物を入れたチョコか。うちならみかん一択なんだけど。チョコに合う果物か。ふむふむ、教えてくれてありがとう団長。そのお礼にバレンタインには団長の好きな味のチョコ送るね。本当にういういしいカップルだね。特別におまけしておいたよ、チョコ作り頑張ってね。
ち団長と手をつないでたんだよね。思い出したらまた顔が熱くなってきた。あのさ団長、その買いたいものも買ったし、休憩がてらお茶しない？うち喉渇いちゃって。お待たせいたしました。ご注文のパフェとコーヒーになります。師匠はデートを存分に楽しんで来いって言ってた。だったら。あのさ団長、そのうちらもあれ、やってみない？趣味だったみたいだな。みんな、なんでここに？っていうか、もしかして見てた？邪魔するつもりはなかったんだがな。俺様たちは店を変える。気にせず続きを楽しんでくれ。何言ってんの師匠、続きなんてできるわけないじゃん。さっきのだって雰囲気に流されてしちゃっただけだし。そういや、さっきはクラリスが団長にあーんをしたんだったな。なら団長、次は団長がクラリスにあーんをしてやれ。師匠はいきなり何言ってる。こういうのは互いに食べさせ合うもんだろ。あそこの客みたいにな。というわけで団長、クラリスにあーんしてやれ。それと俺様たちはさっき言った通り店を変える。これ以上お前たちの邪魔をするわけにはいかねえからな。クラリス、存分に楽しめよ。
ここまでされたらやらないわけにはいかないよね。それにせっかく団長がうちにしてくれてるんだし、だからああしても何の問題もないよね。よし、なら。これ思ってたよりも恥ずかしいね。でもそのあんするのもされるのもなんかいいかも。どうしたの？みんな、この甘い匂いって。うん、バレンタインに向けてチョコレートを試しに作ってるんだ。私もいつもとはちょっと違う新しいお菓子を作りたくて。ここに来たってことはクラリスちゃんとカリオストルちゃんもチョコレートを？うん、うちも本番の前に練習しておきたくてさ。俺様はクラリスの監督だな。そっか、じゃあお互いに頑張ろうね。まずはチョコを湯煎してと。湯煎の温度が高い。なんで叩くの？湯煎はな、人肌より少し熱いくらいの湯でゆっくり時間をかけてやるんだよ。え、そうなの？熱い方がすぐに溶けていいと思うんだけど。熱々の湯で湯煎するとチョコの風味が飛んじまうんだ。それに温度差でボール内に水滴ができて出来上がりが悪くなる。どうしてそんなに詳しいわけ？あのな、錬金術師が物質の状態変化やら性質に詳しくないわけないだろうが。さすが師匠。それにバレンタインの必需品であるチョコレートに詳しいのは美少女としての当然の義務だ。っていうか、分かったならさっさとやり直せ。次だ、次。チョコが溶けたら人肌の温度になるまでゆっくりかき混ぜながら冷ますんだ。そうすれば口当たりのいい滑らかなチョコになる。うん、人肌の温度になるまでかき混ぜながら冷ます。団長の手、あったかかったな。また団長と手、つなぎたいな。って、うち何考えてんのさ！おい、バカ、力入れすぎだ。何やってんだよ。ごめん、師匠が人肌の温かさなんて言うから。だからその団長の手の感触、
思い出しちゃったじゃん。ほう、そいつはなかなか面白そうな話だな。ね、ほら、今はそんなことよりチョコを作り直さないと。そうだな、その話は後でじっくり聞かせてもらうとするか。ねえ師匠、ちょっと味見してみて。ん？ああいいぜ。砂糖と塩の入れ間違いだな。たく、ちょっと目を離しただけでこんな初歩的なミスをするとはな。大方団長に渡すことばかり考えて確認せずに入れたんだろう。うん、師匠の言う通りです。たく、これからチョコの素材を集めに行こうと思うんだけど、よかったらクラリスちゃんも一緒にどうかな。チョコの素材ならうちまだ余裕あるし、よければ分けるよ。うん、そうじゃなくて、みんなの分も含めて多めに集めておこうかなって。忙しくて準備できない人もいるだろうし、それに何より予備があれば何かあった時に慌てなくて済むでしょ。ああ、なるほどね。でもごめん、うちどうにもうまくいってなくて、もう少しいろいろ作ってから。いや、クラリス、一緒に行ってこい。え、師匠？一回外で気分転換をしてこい。このまま続けてもうまくいきそうにねえからな。気分転換するや、その煩悩に染まった頭も少しはすっきりするだろう。それは確かにそうかも。よし、それじゃあみんなと一緒に行ってくるね。ああ、思いっきりドカーンとしてこい。よーし、それじゃあ張り切ってドカーンとやっちゃうよ。そうだね、多めに取る分にはいいんじゃないかな。うん、たくさんあればみんなで分けられるしね。それじゃあパパッと集めちゃおっか。そういえば、お前らは作ったチョコを誰に渡すんだ？私は団長さんと兄さんだよ。団長さんには日頃からいろいろとお世話になってるしね。それに今の私と兄さんの関係があるのは団長さんのおかげだから。私も団長ちゃんやルリアちゃんたちにだよ。団長ちゃんたちのおかげで私は自分の道を見つけられた。だからその感謝の気持ちを込めて団長ちゃんたちに渡すの。私も団長に渡すよ。団長はいつも私のことを気にかけてくれるから。たくさんお世話になってるし、感謝の気持ちを込めて渡すつもり。そうだよね、みんな団長に渡すよね。みんなってことはクラリスちゃんも団長さんに渡すの？うん。
どうしたクラリス。ううん、なんでもない、なんでもないよ師匠。それじゃあ師匠、うちらも部屋に。それで今度は何に悩んでやがんだ。何のこと、うち悩みなんて。めんどくせえな。正直に話さないと裏ボロスでガブッとしちゃうぞ。ねえ師匠、うち団長ともっと仲良くなってもいいのかな。みんなの言葉を聞いてうち改めて思ったんだ。団長はいつもみんなのことを気にかけてくれてる、大切に思ってくれてるって。そんな団長だからこそうちはもっと仲良くなりたいって、特別になりたいって思った。でもさ、そう思うのはきっとうちだけじゃないよね。そうだな。この団にはお前と同じ思いを持つ奴もいるからな。もし、もしもだよ、うちの思いが叶ったら、その人はうちのことどう思うのかな。やっぱり心よく思わないよね。うちのせいで団の空気が悪くなるのは、それは絶対に嫌なんだ。だってここはうちにとって大切な場所だから。だからそんなことになるぐらいならさ、思いなんて伝えない方が。あのな、そんなたらればな話をして何になるんだ。それで何かが変わるのか。それは物事がどう転ぶかなんてのはな、動いてみなきゃ誰にもわかんねえんだよ。それに大切なのは周りがどう思うかじゃねえ、お前がどうしたいかだろうが。うちがどうしたいか。クラリス、お前はどうしたいんだ。一体どれがお前の本音なんだ。うちは、うちは団長と今よりも仲良くなりたい。ならお前はその思いに従って突っ走れ。後のことも周りのこともその時になってみりゃ意外となんとかなるもんだ。そうだね、確かに師匠の言う通りだ。もう難しいこと考えるのはやめる。うちはうちらしくやる。みんなとの仲が微妙になったらそれはそれでまた考える。いっぱい話して認めてもらう。それでいいんだよね師匠。まあそもそもここの連中がその程度のことで仲たがいするとは思えない。なんせどいつもこいつもお人よしだからな。でもそれ師匠もだよね。ああ、それと一つ言っておくけどな、お前の思いが届くことはまずない。決まってんだろ。お前の目の前にいるのは誰だ。天才美少女錬金術師のカリオストロちゃんだぞ。美少女の完成形である俺様のチョコに
お前ごときポンコツ娘のチョコが勝てると思うか？うちだって美少女だもん。っていうか、これについては師匠にだけは絶対に負けないから。ようやく満足のいくもんができたのか。たく、徹夜は美少女の敵なんだわな。ごめん師匠、でもうちこれだけはちゃんと納得のいくものが作りたくて。だってこのチョコはうちの思いと一緒に団長に渡すものだから。まあいい。それでちゃんと覚悟は決めたんだな。うん、うちもう迷わないよ。そうか、ならあとはお前の好きにやれ。うん、それじゃあ師匠、うち行ってくるね。ごめんね団長、こんなとこに呼び出して。そのこういうところじゃないと団長と二人きりになれなかったから。あのね、今日はバレンタインデーだよね。だからね、うちチョコを作ったんだけど、その受け取ってくれる？あとね、うち団長に伝えたいことが。ううん、お願いしたいことがあるんだ。あのね団長、うちとね、デートしてほしいんだけど。うちね、団長ともっと仲良くなりたいんだ。それともうちと二人きりは嫌？はめる顔がにやける。その、ありがとな。